これは城下学コツキリの動画に対するコメントです。ずっと疑問に思っていたのですが、両顎手術でルフォーと IVRO の組み合わせというのはあり得るのでしょうかという質問をいただきました。動画の方ではですね、私はルフォーと、SSRO という手術を、説明しています。どういう手術かというとですね、ルフォーというのは上顎ですね、上顎骨のこの鼻のところから、横に水平に切るやつを、ルフォーと言います。下顎はこの SSRO といって、下顎の関節の方と歯の方でこう分けて骨切りをするんですけども、その骨切りの方法というのはですね、SSRO というのは化学糸状分割骨切りの英語の頭文字を取ったものになります。で、その糸状というのはこういう方向ですね、前後の方向でこうスパッと切るものを糸状分割と言います。で、 IVRO ってどういう手術かというと、ここのですね、下顎の裏側からですね、神経が入る場所があります。ここから入って、この下顎の中を通ってですね、この音外交というところが出てくるんですけども、この神経が入り込むここのよりも、後方でこう縦方向にこう切っちゃうんですね。こういう方向に切っちゃう。ものを IVRO と言います。下顎というのはですね、下歯槽神経といって顎とか下唇、歯茎の感覚を司っている神経があります。この下歯槽神経が下顎を切るときにですね、切らないように手術を計画しないといけないんですけども、 SSRO というのは神経が骨の中を走っている外側と内側でこう分けちゃうんですね。こういうふうに分ける、この下顎の骨をこういうふうに分ける、手術なんですけども、 IVRO というのはですね、下歯槽神経が下顎の裏側ですね、この下顎口というところから入って骨の中を通って音外口から出てくるんですけども、この下顎口のですね、後方でこう垂直にこうズバッと切ってしまう、これを IVRO と言います。この IVRO はですね、骨を切った時に問題点がありまして、下顎をこう前に出す手術には使えません。どういうことかっていうと、ここの部分をスパッと切って下顎を前の方にこう出すとですね、この切ったところと関節のですね、骨片が離れてしまいます。離れてしまいますので、隙間が生じてしまって後戻りの原因になってしまいます。隙間をですね、埋めようとするためにまた下顎が後ろにこう引っ張られるんですね。そうするとせっかく前に出したのにまた元に戻ってしまうということになっちゃいます。なので IVRO を行う場合はですね、下顎を後ろに下げる、後ろにこう下げる場合はこの関節のこの骨片がこの下顎の外側に来ますから、大丈夫ということになります。ただこの手術は骨の接触面積ですね、下顎っていうのをこう切った後に自分の好きな位置に顎を持っていってこう戻すとした時に、その外側のこの関節の方の骨片と歯の方の骨片が接触してないと骨がくっつかないんですけども、この接触面積が IVRO の場合は少ないんですね。 SSRO というのはこういう方向で分けてこうずらしてこうすると接触する面積が大きいんですけども、 IVRO の場合はこう離してしまいますから、こう下げたらその分だけ接触しますけども、例えば3ミリ下げたら3ミリ分しかそのオーバーラップしないっていうことですね。そうすると接触面積がやっぱり SSRO と比べると圧倒的に少ないということで、術後の安定性というのは非常に悪いんですね。なので IVRO というのはあまりその積極的には行われない。で、どういう場合に IVRO が行われるかというと、下顎のですね、この下歯槽神経、この下歯槽神経が結構表層を走っている場合、浅いところを走っている場合は、その SSRO をするときに、こう分けるときにですね、神経を傷つけてしまう可能性があるんですね。そうすると、術後にこう麻痺が来たしてしまって、術後ですね、お母さんが苦しんでしまうということで、下顎の骨がですね、薄いとかですね、あと下歯槽神経、浅いところを走っている場合は、下歯槽神経を損傷するリスクが高くなってしまいますので、安全をとって後ろで切ると。ただし、下顎を下げる手術でしか使えないということを覚えておいてください。 IVRO はですね、第一選択となるべき手術ではありませんので、通常はですね、両顎手術を説明するときは、SSRO で説明する先生が多いと思います。両顎手術、上顎骨切りを検討している方で IVRO について疑問に思っている方ですね、参考にしてください。